ハイナウズです。今回紹介するのはレゴシティのポリスカーの泥棒追跡60128です。中には部品の袋が2つ、シールシートが1枚、そして説明書が2冊入ってました。それでは組み立てます。まずはポリスカーと警察官を作っていきます。はい、完成です。まずは警察官です。制服を着ててキャップをかぶってます。続いてポリスカーです。かっこいいですよね。全長が約12センチ、幅がタイヤも含めると7ブロック分ほどあります。エンジンは前にあってボンネットダクトがついてます。で、車高が低くてボディが流線形になってますね。さらに後ろには可動式のウイングがついてて、マフラーも2本ついてます。かなり速そうな車です。運転席の屋根は簡単に外れるので、ここにさっきの警察官を座らせることができます。ちなみに屋根を取っ払ってこういうオープンカー仕様のパトカーでもかっこいいですよね。また付属品として青い蛍光灯付きのポールがついてます。それでは泥棒の車を作っていきます。はい、完成です。まずは泥棒です。このオールバック、確かビッグボスですよね。間違ってたらごめんなさい。手には懐中電灯とバールを持ってます。続いて泥棒の車です。ポリスカーが速そうなクーペタイプだったのに対して、こっちは迫力のあるピックアップトラックですね。全長は 12.5 センチあって、横幅はタイヤを含めて8ブロック分あります。なので一回り大きい感じです。こうやって前から見るとかっこいいですね。バンパーがかなりしっかりしてそうです。そして運転席にさっきの泥棒を座らせると、よいしょ、こんな感じですね。で、この時さっき泥棒が持ってたバールや懐中電灯は両サイドのこの部分につけておくことができます。また荷台にはガスバーナーと金庫が載ってて、金庫の中にはこんな風に札束が入ってます。この金庫はこんな感じで簡単に取り外しが可能です。ということで、盗んだ金庫をガスバーナーやバールでこじ開けてる最中にパトカーがやってきたので、金庫や道具を車に詰め込んで必死に逃げたけど、パトカーがむちゃくちゃ速くて結局うまくはいかなかったって感じだと思います。このセットのパーツ数は全部で184個です。以上、レゴシティのポリスカーの泥棒追跡60128を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。